はい、どうも皆さん、こんにちは。今回はロキの最終回で、ついにとんでもないことが起きてしまったので、それについて見ていきたいと思います。今回のオープニングはこれまでのオープニングとは違って、ロキのメインテーマではなくて、ハリー・ジェームスの It's been a long, long time が流れています。この曲はキャプテンアメリカ・ウィンター・ソルジャーとアベンジャーズ・エンドゲームの一番最後に流れていた曲でした。キャプテンアメリカとこれまでのインフィニティサーガを締めくくるような形でこの曲が流れたため、この曲がロキの最終話で使われた理由としては、これまでの振り返りと、この世界は一つではなく、いくつもの平行世界が存在しているということを示すためでした。そして今回公式にマルチバース、平行世界が MCU に登場することとなりました。これまでのドラマシリーズですと、ワンダ・ビジョンでピエトロ・マキシモフが登場していたりと、それらしいことを匂わせることは登場していますが、今回物語の最後にはマルチバースが解き離れて、再び世界の衝突を引き起こす展開となって終わっています。そして今回の黒幕だったのがカング・ザ・コンからでした。彼が今回の黒幕と言っていいかどうかは微妙なところで、正確には彼はカング・ザ・コンからではありませんが、とにかく彼が裏から糸を引いていた張本人でした。そこでまずはこのジョナサン・メイジャーズ演じるカング・ザ・コンカラーというキャラクターについて話して、その次にスパイダーマン・ノーウェイ・ホーム、ドクター・ストレンジ・イン・ザ・マルチバース・オブ・マッドネス、最後にどのようにアベンジャーズ・エンドゲームレベルの戦いへ発展していくのかについて見ていきたいと思います。このジョナサン・メイジャーズ演じるキャラクターの本名はナサニエル・リチャーズで、通称カング・ザ・コンカラー、日本語訳版では征服者カーンとして登場しています。彼自身から征服者という言葉は出ていますが、カングという言葉は全く出ておらず、ミス・ミニッツに関してはヒーフ・リメインズと呼んでいます。このヒーフ・リメインズはコミックにも登場しているキャラクターですが、カング・ザ・コンカラーとは全く別のキャラクターで、 TBA の一番トップにいる人物となっています。またマーベル・スタジオのケビン・ファイギは、今後アントマンの3作目となるアントマン&ザ・ワスプ・クォンタマニアでジョナサン・メイジャーズが悪役のカング・ザ・コンカラーを演じることを発表しています。この映画の公開は2023年ということで、まだ少し先になりますが、ロキのシーズン2も公開されていくことが分かったので、もしかしたらアントマンの映画の前に公開されるのかもしれません。このカング・ザ・コンカラーというキャラクターは、彼自身も言っていた通り様々な呼び名があって、基本的には時代によってその呼び名が変わっています。一番有名なのがカング・ザ・コンカラーで、それ以外にもラマタットであったり、イモータスであったり、アイアン・ラットという名前も使っています。ちなみにアイアンラッドはコミックのヤングアベンジャーズで登場したキャラクターで、ナサニエル・リチャーズことカング・ザ・コンカラーの若い頃の自分自身でした。もともとのカング・ザ・コンカラーの若い時がアイアンラッドであったわけではありませんが、カング・ザ・コンカラーが過去にタイムトラベルをして自分自身に会いに行き、未来の自分の姿を知ってしまった若きナサニエル・リチャーズは失望して、自分がカング・ザ・コンカラーとなる未来を変えるためにヤングアベンジャーズを結成して戦うことになっていきます。このようにコミックでのヤングアベンジャーズ結成については大きなタイムパラドックスが起きていますが、今後 MCU でヤングアベンジャーズが登場して、さらにアイアンラッドも登場するとなれば、変異体のナサニエル・リチャーズとして登場する可能性もあると思います。今回登場したヒーフ・リメインズの説明によると、31世紀の地球に住んでいた彼の変異体がある日、この世界は一つではなくて、いくつもの世界が重なるパラレルワールドだということに気づきます。ちょうど同じタイミングで別世界の自分自身も同じことに気づいて、その後別世界の自分と接触を図るようになっていきます。最初は別世界の自分との接触も特に問題はなく平和的だったようですが、そのうち同じように平和的な自分ではなくて危険な自分もいるということに気づいていったとのことでした。で、その中のうちの何人かは世界を支配しようとしだしたということで、これがカング・ザ・コンカラーです。その後は世界を支配しようとしている自分同士の戦争となり、アライオスを使って戦争を終わらせ、一つの時間軸を他の全てと切り離して、それを神聖時間軸としたということでした。そして再びマルチバースの発生を防ぐために TBA を作って、それがうまくいっていたとのことでした。今回登場したヒーフ・リメインズは別バージョンの自分自身を恐れていて、再び大戦争になることを防いでいたので、悪役とは言いづらいですし、カング・ザ・コンカラーではありませんでした。どちらかというとこれはイモータスに近いキャラクターだと思います。イモータスはカング・ザ・コンカラーがその後名乗った名前で、彼の仕事は時間を支配するのではなくて、時間軸を守るのが仕事でした。コミックで登場するタイムキーパーは、このカング・ザ・コンカラーに手を焼いていて、彼と取引をします。その取引というのが、カング・ザ・コンカラーを不死にする代わりに、彼に時間軸を守ってもらうという仕事をするという取引でした。
そして今回登場したナサニエル・リチャーズも時間軸を守ってマルチバースの発生を防ぐのが仕事だったので、イモータスに近いキャラクターと言えます。また今回劇中ではナサニエル・リチャーズが自分は見た目よりも年を取っているということで、何歳なのか分かりませんが、コミックと同じように彼も昔はカング・ザ・コンカラーだったと考えることもできそうです。これと少し似ているのがクラシック・ロキで、クラシック・ロキを演じているリチャード・E・グラントはどことなくトム・ヒドルストンにも似ている気がします。このロキのシリーズの監督のケイト・ヘロンによると、このクラシック・ロキはもしインフィニティ・ウォーで生き残っていたら、その後どうなっていたのかということで誕生したロキだと言っています。つまり別世界ではありますが、クラシック・ロキはトム・ヒドルストンのロキの未来の姿ということもできそうです。これと同じように今回登場したナサニエル・リチャーズは他のどのナサニエル・リチャーズよりも長生きして、その結果新生時間軸を他から切り離して TBA で分岐を防ぐという結論に達したのかもしれません。そうこう話しているうちにナサニエル・リチャーズは境界線を越えたと言って急におどおどし始めます。すると窓の外では新生時間軸からいくつもの派生した世界が広がっていきます。しかも派生した世界はこれまでとは違くて、派生した世界からさらに派生した世界が誕生していて、第1話でミス・ミニッツが見せてくれたアニメーションと同じような展開になっていきました。ロキはナサニエル・リチャーズの言葉を信じましたが、シルビーは復讐心が勝って最後は殺してしまいます。すると先ほどまで広がっていた派生世界がさらに大きく成長していき、タイムパッドの赤い線も越えてもう修復不可能となってしまいます。シルビーによって TBA の本部に戻されてしまったロキはそこでモービアスたちを探しますが、ロキはここで TBA が何か違うことに気づきます。同じように見える TBA の内部も少しだけこれまで登場したものとは違って、なんとかモービアスを発見することができてこれまでのことを説明しますが、モービアスはロキのことが誰だかわかりません。そればかりかエレベーターの前に立っていた3人のタイムキーパーの像は1人のカング・ザ・コンカラーだけになっています。つまりロキが戻ってきてしまったのはこれまでの TBA ではなくて別世界の TBA だったということです。つまり別世界でも TBA は存在していますが、それを仕切っているカング・ザ・コンカラーが違うということで、ロキが来てしまった世界ではタイムキーパーなど作り話は一切なくて、カング・ザ・コンカラーが堂々と支配している世界でした。ロキのシリーズはこれでシーズン2へとつながっていくわけですが、次のドラマシリーズとしては8月に公開予定の What If です。こちらはもしもの世界を描いた別世界の話で、これまでの MCU のキャラクターが別の行動をとることで別の世界が生まれていくということになっています。例えばアイアンマンを例にとると、トニー・スタークがアフガニスタンでテンリングスから逃げているとそこに現れたのはキルモンガーでした。キルモンガーは飛んできたミサイルを投げ飛ばしてトニー・スタークは一命を取り留めます。でもこの出来事によってトニー・スタークは標準の世界とは全く違った人生を歩むことになります。トニー・スタークが胸に傷を負わなければ小型版のアークリアクターは生まれなくなります。小型版のアークリアクターも開発されなくてテンリングスにも捕まらなければ脱出用に作られたマーク1も存在しなくなります。マーク1がなければマーク2以降のスーツも作られないということで、そもそもアイアンマンはいない世界になっていきます。このように違った行動を取ることで連鎖的に全く別の世界が生まれていきます。つまりトニー・スターク一人とってもアイアンマンになっているトニー・スタークもいれば、そうでないトニー・スタークであったり全く別のものになっているトニー・スタークもいる可能性が十分にあるということです。これは敵のカング・ザ・コンカラーやスーパーヒーローを含めて全てのキャラクターに当てはまることで、今後はこの世界同士が衝突して戦争になっていくはずです。この戦争こそがコミックで登場するシークレット・ウォーズとなります。ナサニエル・リチャーズが劇中で説明していたように、彼自身も自分の別バージョンと戦っていたということで、今後はスーパーヒーローが自分の別バージョンと戦っていくということになります。これが今後公開されていくアベンジャーズ・エンドゲームレベルかそれ以上の話となっていくはずです。この話が登場すれば、今はもういないキャラクターであるアイアンマンやキャプテン・アメリカ・ブラック・ウィドウも別バージョンとして登場することもできます。このように全てのキャラクターに別バージョンがいて、それはスパイダーマンも例外ではありません。今年12月に公開されるスパイダーマンノーウェイホームでは、マルチバースから別の敵と別のスパイダーマンが登場するということで、今回のロキの話とも密接につながっていくはずです。そのキーパーソンともなるのがドクターストレンジで、1作目のドクターストレンジでもマルチバースという言葉が出てきたり、スリングリングではマルチバース間を行き来できることもわかっているため、ドクターストレンジはマルチバース間をすでに行き来している可能性もあると思います。
それかドクターストレンジはドクターストレンジで TVA のように標準世界を守るために戦っていたということもあるかもしれません。そうなればスパイダーマンファーフロムホームでドクターストレンジが登場しなかった理由にもなりますし、スパイダーマンの後に公開されるドクターストレンジザマルチバースオブマッドネスへもつなげていきやすいと思います。今回マルチバースはドラマシリーズで本格登場しましたが、これまで映画でもドクターストレンジをはじめアベンジャーズインフィニティウォーエンドゲームスパイダーマンの映画ではマルチバースであったり別世界の発生ということに触れているため、もしかしたらスパイダーマンの映画では長々とマルチバースの説明などはなくて、もう物語の始めからドクターストレンジによってマルチバースへの扉が開かれているというところから始まるのかもしれません。このようにスパイダーバースがあるということを考えますと、別世界の衝突としては主に2パターンあるということになると思います。一つが標準の世界で違った行動をとることで派生した世界が生まれて、そこで別バージョンの自分自身に会うなどということです。この場合もともと一つの標準の世界があって、そこから派生して別世界が生まれているので、別世界の自分といっても姿形は瓜二つのはずです。もう一つの別世界の衝突のパターンとしては、パラレルワールドの考え方で派生して生まれたのではなくて、もともと無数に存在する少しずつ違う世界が何かしらの原因によって衝突してしまうというものです。この場合別世界の自分自身はもともと違う世界にいたため、名前は同じでも姿形は全く違うということになるはずです。このように一つの標準の世界から派生して生まれた別世界の自分自身は姿形が似ている可能性が高いですが、派生して生まれたわけではないもともと存在していた別世界からやってきた自分自身は姿形が違うということが考えられます。こうなれば同じロキの変異体でもその姿が全く違うということにも説明がつきます。例えばプレジデントロキは標準世界のロキと姿形が似ていますが、これは多分途中までは標準のロキと同じ人生を歩んでいて、分岐イベントから違う人生を歩むことになったので標準のロキと一番見た目が似ているのだと思います。それ以外のシルビーであったりワニのロキやクラシックロキ、子供ロキなどは標準の世界が分岐してもあそこまで違ったロキにはならないと思うので、あのような違った見た目のロキは派生した世界とは関係ない初めから存在していた別世界から来たということになるはずです。こうなればいくら標準の世界で派生した世界を防いでも、そもそも数えきれないほどの別世界が存在しているということになれば、世界の衝突は遅かれ早かれ起こることになると思います。もしかしたら標準の世界と別世界をつなげるはしごになるのが分岐した世界なのかもしれません。今回はロキシーズン1の最終回について見てきました。皆さんは今回のシリーズであったり今後のマルチバースについてどう思いますか？ぜひ下のコメント欄に残していってください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。